皆さんこんにちは。キャバ嬢でおなじみの姫香さん、山本雄介とのベッド写真流出、バニーガールの格好、元彼かけるんから暴露が続く、元人気キャバ嬢の芸能人まで狂わせた裏といった様々な謎について紹介します。まずは姫香の経歴とプロフィールから紹介します。姫香は日本の経営者、キャバクラ嬢、兵庫県出身。18歳の頃、大阪の北新地にある新劇のノアが設立したキャバクラクラブランスに応募し、キャバクラ嬢デビューし、新劇のノアの接客を見て学んでいた。2022年4月にクラブランスに移籍し、わずか2日で1億円超えを売り上げた。2023年1月16日、出資金返金をめぐり複数の訴訟を起こした。エクシア合同会社代表の菊池翔との交際騒動について謝罪し、しばらくの真仕事を休止する。同年2月3日に自身の SNS にて仕事の復帰を報告した。同年10月26日発売の週刊ヤングジャンプ48号でグラビアデビュー。2024年2月クラブランスの社長に就任した。素直な気持ちを話すと、彼に恋愛感情を抱いていた時期もありました。大阪北新地ナンバー1キャバ嬢との呼び声も高いエースグループクラブランスの姫香氏は、文春オンラインの直撃に夜を決したようにはっきりと言った。姫香氏の言う彼とは、投資会社エクシア合同会社の代表社員だった菊池翔氏のことを指す。俳優の山本雄介さんとのベッド写真がフライデーに載る前に、ツイッターでお相手のキャバクラ嬢から暴露されていたことが分かった。当の山本さんはブログで謝罪しているが、イケメン俳優で知られる山本雄介さんが上半身裸で美女に寄り添うようにベッドで寝ている。右手を上げたような姿勢で脇毛も見えていた。キャバ嬢の女性が2014年9月3日夕、こんな写真をツイッターにアップした。起きたら山本雄介おったけどイケてる、そうつぶやき、さらに山本さん単独の寝顔写真もアップした。フライデーが2014年9月19日発売号で美女に寄り添う同じ写真を大きく載せると、ネット上では女性がツイッターに写真をアップしていたことが話題になった。山本さんは2005年に月刊誌によるジュノンスーパーボーイコンテストで準グランプリを受賞して芸能界にデビューした。山本さんは9月14日のブログで、顔の歪みやエラの張りなどを直しに大阪の小顔科学研究所に行ったことを明かしていた。フライデーの記事によると、その時に女性が勤める高級キャバクラへ一人で遊びに行った。そこで数時間飲んだ後、気に入ったこの女性とホテルに入り、一夜を明かしたというのだ。その後は会っていないという。記事では、山本さんが大阪で他の女性とも関係を持っていたと報じた。南のバーで知り合って、この女性とはその後も何度も会っているという。山本さんは東京のクラブにも顔を出して好みの女性を探していたともいい、その派手な交友関係を書いている。これに対し山本さんは、報道が出た9月19日ブログですぐに釈明文を書いた。応援していただいているファンの皆さんへとのタイトルで、事実関係については何も言及しなかったが、今回自分の軽率な行動により、いつも僕を支えてくれている皆さんに対し不快な思いをさせてしまい、深く反省していますと謝罪した。そして今後は俳優としての仕事だけに集中したいと明かしている。ベッド写真が流出したり報道されたりしても、否定したり無視したりするタレントも多いとされる中で、異例の対応と言えるものだ。とはいえ、山本雄介さんの対応についてネット上では、結婚してるわけでもないのに謝罪する意味がわからないと疑問の声が多かった。お持ち帰りは別にいいだろう、武勇伝として押し通せよとの指摘が出る一方で、キャバ嬢の女性に対してはルール違反、これやっちゃあかんやろなどと厳しい声が上がった。女性のツイッターは炎上したためか、2014年9月22日夕現在でアカウントは閉鎖されており、 Facebook も更新内容が見られないようになっている。もっとも山本さんがベッド写真流出を招いたことについて、ネット上では女の横で無防備に寝るって引っかかった見る目のなさなどと反省を促す声が出ていた。山本さんもそのことを意識してか、ブログでプライベートでの自分への甘えだったり、
行動に対する認識の甘さがこういった形として出てしまったと後悔していますと綴っている山本さん所属のエバーグリーンエンタテイメントでは、報道などの事実関係についてはブログに書いてあることが全てで、それ以上はお話しできませんと広報担当者が取材に答えた。なぜわざわざ謝罪したかなどについては、本人から今の気持ちを伝えたいと話が出ましたので、ブログに載せることにしましたとだけ話している。流出した別途写真の中には山本裕介がバニーガールの格好をしている姿も収められていました。このような姿は一般的な芸能人のイメージとは大きく異なるものでした。この写真が明らかになったことで、山本裕介の私生活に対する関心がさらに高まることとなりました。姫香はかつて北新地ナンバーワンと呼ばれた人気キャバ嬢で、自身最後のバースデーイベントでは3日間で5億円を売り上げた伝説でも知られます。キャバ嬢を引退した現在はキャバクラ店舗を経営しながらモデルやタレントとして活動しています。菊池氏は2015年にエクシアジャパン合同会社を設立、小利回り高配当を売りに投資家5000人から530億円以上を集めたという実業家。しかし出資者から出金に応じてもらえないといった詐欺被害を訴える声が高まり、2023年2月には総額約32億円の損害賠償訴訟が提起されています。2023年1月姫香は菊池氏との関係について釈明し、客として菊池氏に接する中でいつの間にか好意を抱いていたと告白、好きになってはいけない人を好きになってしまったと思うようになりました、世間知らずだったのかもしれませんと述べていました。それから1年半以上が経過した2024年8月24日菊池氏はインスタグラムのライブ配信やストーリーズを通じ姫香の暴露をし始めました。菊池氏によると、姫香の交際は複数の約束を前提に進行していたといい、自身は数十億円に上る個人所得を捧げたとのこと。約束とは結婚を指すと思われます。2023年1月、菊池氏は反社会勢力から SNS で攻撃を受け、それが家族の人間や姫香にも及んだのだそう。菊池氏は彼女や周囲の人を攻撃しないように頼み、約4000万円もの金を支払ったといいます。それにもかかわらず、1週間後に菊池氏は姫香に LINE をブロックされ、インスタグラムでこんな人だとは思わなかったという一方的な発信をされたと訴えました。菊池氏は先日大阪北新地の小料理屋を訪問した際、姫香の父親と偶然遭遇したのだとか、そこで失礼極まりない横暴な態度を取られたらしく暴露を決めたようです。菊池氏は無整形を歌っている姫香が実際にはモティバ包鏡と呼ばれる包鏡手術を受けていたと暴露、費用は280万円でそのお金を自分が出したと主張しました。さらに姫香が駆け出しの頃5万円相当で枕営業をしていたことなどを暴露。また姫香が自分で購入したと説明していた高級ブランドのコレクションの大半は実際は自分がプレゼントしたものだと主張しました。これを受けてインスタグラムのユーザーからは、姫香が SNS に投稿したブランド品の写真とともに、これは書けるんですかとの質問が続々と寄せられている様子。菊池氏は何十回もストーリーズを通じ、これらの商品について私が買いましたと回答しています。未成年を中心とした若年層、パパ活や数百万人に上る水商売の方々に重大な影響力がある人物のため、公益性ありと説明しています。またこれと並行して、菊池氏は約束不履行による現金の詐取による刑事告訴も試案しているとしています。菊池氏は8月24日以降もインスタライブやストーリーズで姫香に関する暴露を続けています。一方の姫香はインスタグラムを非公開に切り替えており、この件について今のところ何も言及していません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。